あ、届いてたんだ。見るのも早いんだ。みんな届いたの見るの早い。うん、チョヒサ。ちょっとお久しぶりのことをチョヒサって訳すんだ。ほいあ、通知音が鳴った。それはいいね。えらいよ。あ、昨日久しぶりにピョーちゃん来てよかったです。そうなの。昨日はね、お話し会でございました。福岡のマリンメッセ福岡でやってきました。うん。ロイショーさん、クマありがとう。クマ。ありがとうねー。そう、サンタコスしてました。私、まあみんなしないといけないんでしょうがなくしょうがなくねー。うんうん。ねえ、バウンディさんも隣り合った。それがすごすぎない？ていうか、マリンメッセ福岡でお話し会やれるのすごくないって思っちゃうんだけど。私、マリンメッセ福岡、HKT さんのお話し会で行ってましたもん、だって。オタクしてたところ。私がオタクしてたところ。そこでね、今やね、やる側として私はね、行きましたよ。エモーい。すごすぎる。バウンディーさんに高まってしまった。ちょっと待って。ひなちゃんに高まれよ。うん。本当に立場逆転してました。うん。バウンディさんのライブも行きたいなって。それはわかるよ。ひなちゃんもバウンディさんの曲大好きだもん。うん。もう聴いちゃう。うん。バウンディさんの曲はよく聴いちゃうけどさ。じゃあ一緒に行けば問題ないか。ね。そしたらどっちも嫉妬しないや。ひなか。ひなか嫉妬してるのはひなか。そしたらひなが嫉妬しないからそうしようか。当時、ぴよちゃんと連番してた可能性がありますか？ HKT さんのね、マリメス福岡のお話し会じゃない。握手会行ってた人は、多分、ひなちゃんと会ってる。うん。結構行ってましたもん、私、だって。いろんな、シングルで。なんか喉ガサガサやな。ちょっと待って。喉が、あ、あ、ちょっと。そう、加湿器ね。昨日の夜水が切れたんよ。ちょっと、加湿器もつけれんし、でも暖房つけてないよね、私。ちょっと加湿器に水入れるのめんどくさすぎて、そう、こうドアを開けてリビングの暖房が来るようにして、そう、ちょっと加湿器めんどくさいやん、やっぱ水入れるの重たいけん。これ 1.5 リットルぐらい入るやつをね、使ってるんですよ、加湿器。ひながめんどくさがり屋なのでね、そう、その 1.5 リットルをちょっと継ぐのがほんまに重たい。うん。うんうんうん。そう。好きな、そう。うんうんうん。なっちゃんと一緒に桜レーンに並んでた可能性もありますね。私はもう、庭木さくらさんが大好き、も推し麺だったので。桜さんばーっかり並んでまして、はい。ループしてたもん。うん。あとは一週間福岡にいたの？あ、そうなのね。私ね、実は、みんなに、ひなたんがどれぐらい福岡に行ったかというと、っていうのを話しちゃう。3日のバババババンディさんのやつに私出た時にいて、
だから3、4、5、6、7、8のと、7の夜に一回帰って、8が仕事やったんや、広島で。一件8で広島で仕事して、夜にまた福岡に行ったけん、8も福岡おるとしたら、7、8、9、10、11、嘘。10までいた。だけん、1、2、3、4、5、6、7、8。1週間じゃない。でも7の夜に帰って、一回ひなのベッドで寝たけん、7を換算しない？でも夜に帰ってきたし換算するよね。ってなると、8だね。うん。だから、私は、8日間いました。博多の女、博多の人、お土産のね、博多の女って書いて、博多の人っていうのをね、お土産ありますから、こうかな、バームクーヘンのちっちゃいやつみたいな。瀬戸京太郎さん、おめでとう、ありがとう。パパカパーン。パパカパーン。パパ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 ン。そんなのあるよ。うん。福岡満喫してて何やる、ババ見てニコニコしてたよ。そう。ちょっと本当に福岡満喫しすぎた。うん。早めの、あれもらってますから、私。お正月もらいましたから早めのお正月もらったんでね、すいませんでした。うん、みんなよりも早くもらっちゃって。ゆきーさん結婚してありがとう。結婚、そう、たくさん楽しめましたよ。うん、早めのね、お正月もらったんでね。そうだから、次はいつ帰れるかなーって思って。ここからはね、12月、この前半はね、こんな感じで私ここ福岡満喫してたんですけど。ここからね、もう、昨日からかな、もう昨日からからね、お話しかもやってたから、昨日からはもうね、働いてますよ、ちゃんと。今日も働きましたし、そう、お仕事ウィークが始まるんで、そうなんですよ。でも12月の後半も入ってないかもな、お仕事。今のところは。今のところは。やっぱお正月休み最高やね。福岡満喫しまくりましたから、私6からもうお正月できたらいいな。1月の6以降もお正月できたらいいな。1月21以降からもお正月できたらいいな。どんな予定が入るんだろうか。そう、二度目のお正月二度目のお正月したいところ。それもお正月終わってるか、普通にお休みになるのか、6とかになると。来年たくさん話したい、楽しみ、においでおいでおいで。なんかもう今日髪の毛巻いてたんだけどさ、雨降ってたからさ、押すと湿気にやられてさ、もうなんかなんかベロンベロンの巻きになってるんだけど、ドロンドロンなんだけど、JKT48 ご存知ですか。知っておりますよ、もちろん。ジャカルタそうで
ディズニーランド、私、どっちが、ん？どっち派か、どっち、私はね、ランドの方が好きかもしれない。若干ランド。かわいい、ランド。ランドの方が、かわいい。映える。いきなりだけど、寿司は何のネタが好き？もういきなりだね。でも最近私お寿司食べたんですよ。久しぶりに、温泉をね、福岡に行った時はもうずっと温泉に行ってた。もうほぼ毎日温泉に行ってたんですけど、温泉大好きなんで、パパがね、パパも好きだし、ひなも好きだし、で、温泉で行ってたんですけど、温泉の帰りに、なんかちょっとお腹空いたってなって、かっぱ寿司さんに行ったんですよ、久しぶりにね。で、いろんな種類のものがあってびっくりして、どれが一番ひなが好きかなと思ったんですけど、やっぱ私、生エビとか甘エビが一番好きだったんですけど、アレルギーになっちゃったんで、食べすぎて。食べすぎてね、エビアレルギーになっちゃったんで、やっぱ縁側が一番美味しかったな、でも。縁側が一番好きです。はい。温泉いいね。美女と混浴するのが夢です。ああ、素敵な夢。そう、食べ過ぎるとなるらしい。ねえ、ひなちゃんも知らなくてびっくりです。食べ過ぎてなりました。エビアレルギーに。でもカニもめっちゃ食べてるんだけど、カニはアレルギーになってないけん、甲殻類アレルギーではないよ。そう、エビだけ食べ過ぎ、ほんまの食べ過ぎてアレルギーになっちゃった。カニは大丈夫。ちょっと私の女優ライトが今にも倒れそうな角度してるんやけど、大丈夫かな？倒れたらごめん。どんがらガシャーンって。倒れたらごめんね。カニは出てないよ。大丈夫。今年もお正月にはカニを食べてやろうという気でいます。ママが、ママに頼んどいたカニ。ママカニ。何がいいって言われたけ、カニって言っといた。カニがね、すごい好きなんですよね。今週はズニチップファイナルだよって、もうそんなにいたか。見ないとな。自分ですね、本当に、完結してる漫画とかしか読めないタイプの人間なんよ。完結してる物語をね、一気に読むの、が好きなタイプすぎて。今見れてないんよ、ほんまに。ミントいけーと思いながら。そう、辛い。ごめん。あ、私もですって、嬉しい。なんかね、無理になるよな、途中から。でも一気に見るのはすごい好きなんや。ブワーって一気に見ます。はい。でもX におすすめで流れてくるの、私のおすすめは。そう、日プ関連のことが流れてきます。なっちゃん、まあもう、すずちゃんがいればいいんで。楽しい。ずっと言ってるけど、私はもうすずちゃん、が好き。おればいい。ねえ。ワンシーズン通してみたい。半日かかるね。いや、本当に、休みの日とかにさ、めっちゃ一気見したりするよね、ひな。もう、すごい一気見する。休みの日はもう、すごい一気見するよ、私。それで一日終わるよ。一気見するの大変じゃない？大変じゃないよ。面白いよ。一気見するの。
ひな、映画とかもさ、なんか一個気になるやつあって見に行こうみたいな感じになって、なんかもう一個自分の中に気になるみたいな内容があったら全然2個映画見るよ。うん、映画2個見れるぐらい、あの、見れる。うん、ずっとなんか見てられる人。うん、そうそうそう、完結するものね、完結するものぜひおすすめしてください。ちょっとずつ見るより一気に見た方が分かりやすい気がする。そうなの。ひなちゃんもうさ、なんかこうお仕事でいろんなことしてさ、なんか一週間をが経つのがもう本当に早いの。もう3日ぐらいで1週間経ってるぐらいだから感覚がお仕事でいろんなことしてるからさ、もう3日ぐらいで1週間経っちゃってね。でひながだいたいこう2週間ぐらい経ったぐらいで1日休みがあるってなるじゃん。そしてあ、見ようみたいななってみるんだけど、すごいあのなんか、あ、でもなんか2話貯めたし、あ、なんか5話ぐらい貯めてみちゃおうかなみたいな気持ちになったりするから2話貯めれたし、もうすぐね、ひなの感覚的に1週間はもう3日だから、もうすぐ3話放送されるし、なんで4話も放送されて、あ、5話ぐらい貯めちゃおうみたいな。なっちゃうんだよねー。もう忙しいとダメですよね。なんでもかんでも後回しにしちゃう。いやよ、うん、ご飯食べながら見るけどね、私いつもだいたいご飯食べながら見るか、うん、うん、そんな感じ寝ながら見るそう。でも最近はお風呂の中でドラマ見るのにハマっていて、うん、もう時間がないね。うん、ひなちゃんのディープは私はまだ諦めず、私はもうダメだ、踊れないもう私おばあちゃんだから、うん、 TikTok 見てなくてね最近もね、ダメだって。うん、クマが見てますよってコメント来た、ごめんね、クマちゃんちゃんと映してなかった。うん、これショールームクマちゃんだからね、ちゃんと映してあげないと。ショールームさんって、ショールームさんのクマだよって。そうそうそう、てか幸せになる。あ、お風呂の中に使いながらはそんな見なくて、私なんか昨日家のお風呂なんかそんなまったりできんのよな。温泉やったらすごいまったりするんやけど、なんか家のお風呂すぐ上がっちゃうから私あのシャワーをしながら見てる。うん、こう髪の毛こうやりながら見てそう、くっつけてるから、あのあるじゃん、こうスマホスタンドをこうバシーってくっつけるやつ、お風呂にわかるかなみんな、あれ。うん、音はもう最大マックスにしてる響き渡ってる私のドラマ。そう、字幕もオンにして音は最大マックスにして見てる。うん、聞こえるけどね、字幕じゃなくてもいいぐらい。うん、ハンハンってなっちゃうか。すすすすす。爆音ドラマのお風呂ってことさ。
外まで聞こえてる。外まで聞こえとんかな。いや、絶対大丈夫やと思うけど。うん。だって、締め切っとるもん。開けてないもん。うん。そう。大丈夫、大丈夫。外まで聞こえてない。そんなに、うん。離れとるし。なんだ。次のなんか。次の家っていうか、なんだ、あの、次の人、なんだ。そう、大丈夫。大丈夫、大丈夫。そう。やばい、雨の音がしおる。苦手なんよ、私、雨の日。シュンってなる。どうしてって。もうどうしてレベル。かわいいです。ありがとう。もう早く寝たいね、雨の日は。あのうちだよ。そういえばクリーナーやったのでひなちゃんを寂しに行きます。みんなどうだったの、クリーナーはどうだったの、ひなちゃんに教えて。当落はどうだったのかな。初見やと思ったら違った。二段寝まして。柱稽古編、春から放送だね。今年のおさん、久しぶりに登場するね。嬉しいけどさ、あの物語を私は知ってるんだけど、もう漫画で読んで。あんまり小鳥さん登場してないんだよね。あ、24日の夜外れた。ぷえーぷえーだよね。私は24日の夜に出るはず。え、昼も出るっけ私。なんか、ちょっとあんまりよくわかってない。ちゃんとして。なんかね、なんだっけね。見とこう。あー、メールがいつ、メールがいつ送れんかった、今日さ。ギリギリに送ったけん、メールいつ送れんかったけど、あの、送れんかったメールの内容は、あの、私が今日、ファンクラブに、こちらのね、左のバナーの下の方をタップしたらですね、あの、お花を持ってる子、んって笑ってるひなちゃんのところをタップしたらファンクラブに飛べるんですけど、そちらのね、岩田ひな個人ファンクラブの、ポーホンじゃなくて、フォトに、投稿しております。今日はね、今日の12時ぐらいに投稿したんやけどさ、ファンクラブって通知が飛ばんぽくて、みんな気づいてないね、いつも。あの、ぜひね、ファンクラブに加入されておりまして、皆様はね、11月のひなフェスの写真が、13枚投稿しておりますので、見てください。はーい。ポーホンで覚えたやろ、ちゃんと。ホトだって。ねえ、すみませんってなんで謝るの？はじめましてしたくなってきたので、最近スケジュール見てる。嬉しい。いつはじめましてしてくれるのか。ワクワクして待っておりますよ。そうそうそう。今フェスのフショットを載せてます。13枚も載せてます。すごー。大盤振る舞い。今日も可愛い、ありがとう。こちらこそ。どういたしまして。新型ポーホン。ポーホンに載せてますんでね。とても可愛い13枚でした。よかったでございます。ぜひね、ファンクラブ入ってない方もね、入ってみていかが？入ってみてはいかが？左のマナーの下の方をタップすると見れるよ。ほんで、
あ、そう、私さ、福岡満喫してた時に、太宰府に行ったんよ。で、太宰府はね、ちょっとね、動画撮ったけん、ファンクラブに載せる用の、なんか、なんか、いい感じの。では、これ太宰府なんだけど、ほら、太宰府だよーって、いう動画こうやって撮ってるけん、あの、ファンクラブに載せる予定なので、食べ歩いとるひなちゃんも見れるので、食べ歩いとる。あ、カフェのひなちゃんも、ほら。あ、ばカフェのひなちゃんも見れるし、この、豚まんをもぐもぐしとひなちゃんも見れるし、ちらっと。ひなちゃんがあの全力坂しとる動画も見れるなんて。よろしければ、あの、ファンクラブ入ってください。お願いします。今月にはね、投稿しますんでね。お願いいたします。やめて、走り方可愛いっていうの。真剣に走っとるんやけ。急に、切れる。全力に見えんけども。全力で走っとったよ。もう一回見る。ほら見て。ずるぐで走っとるやん。めっちゃ切れる。ぶち切れ案件。ゆるキャラの走りやめてよ。はーい。こんな感じかな。あ、何の話？あれだ、クリスマスコンサートの話をしようと思ってたのだ。クリスマスコンサートの、あ、クリスマスライブか。ま、今回はあの、課外活動なので、あの、私はチャーミングトリップというね、課外活動に加入させてもらってますので、あの、そちらの方で、あの、やるんですけれども、チャーミングトリップは、新しい曲もやりますし、すごい可愛い感じのセットリストにしたので、楽しみにしてください。そう。おーって。期待高まる。期待高まらせておいてください。やちゃん出るやつは全部行く心配だよ。全部来てくれるの嬉しいけど、反動で全然来ない時になるの心配だよ、それ。いつも来てね。結構カメコの人も多いのかな。ありがたいね。ライブは何回も言ってるけど、昨日個別は初めまして言ったら、初めましてじゃないよねって顔覚えてくれてた。いや、そう。あの、ライブ結構さ、私覚えるんだよね。何回も来てくれてる方。あーみたいな。よく見る顔だーみたいな感じ。そうそうそう。だからね、そう、よくね、そう。あの、ライブは行ったことあるけど、ひなのちょっとお話し会初めてだから、はじめましてって来ること多いけど、ひなは、いや、あなたライブで会ったことあるわよって。よく言いますね。ライブで覚える。ライブで覚える、ひなちゃん。あなたって、お見送りの時、
結構見たことある顔だぞーってそうそうそう、皆さんこんばんは、はじめてまして、インドネシア出身です。はじめてまして、私もインドネシア一度行ったことがあります。こんばんは。テレマカシテレマカシしか喋れん、うん、ごめんなさいそれ僕の知り合いが言ってました、よく見かけますってそのライブでよく見かけるなって人がお話し会でね来てくれるの嬉しいよ。そうそう、いいひなのこと見てたんだライブの時ひなのこと見てたんだ、嬉しくなります。うん、大丈夫ですよ、優しい。うーん、網送りあると覚えやすいね。そうだね、そう。めっちゃん今日シェーディングするの忘れてたから、なんか顔がでかいなんか顔でかい、シェーディングをこうやるの忘れてた気が、なんか顔でかいなーって思ったんよ、鏡見てね。あ、シェーディングすんの忘れとったーってなった気が、うん、なんか顔でかいなぁ。いやぁ、よし限界まで首を長く見せ、小顔に見せる方法、肩も落とす、そして首を長く見せる、うん、インドネシアからひなちゃんの最新機を買いましたよって、すごーい、ありがとう。はーい、今日も可愛いなと思ってました。あ、優しい、シーティングするの忘れちゃった。あ、もうほっぺがお餅、ピカピカやな、なんかひなのほっぺうーん、なんかもうピンピンですよね。この辺ぐらい削ってるからね、いつもシェーディングでフフ大事や。ほっぺに住みたいレベル、ほっぺに住めません。うーん、今シェーディングしたらもうショールームのしかもうやることないけ、もういい今日はね、あのね、中学生の工場見学、工場じゃないね、ごめんなさい、工事現場の見学会にスペシャルゲストとして私参加したんですよ。あの、そらはちゃんと一緒にね、今日。そして、ね、その時に店が、もう顔ちっちゃーみたいな、もうこんぐらいしかない顔がーみたいに言ってくれてて、やばい、今日セーティング忘れた本当にと思って、私今日シェーディングさんの忘れてたけど、ごめんねーってなりましたね。うん、そうそう、タイミング悪すぎる今日ほんまに悲しいやー。うん、なんちゅうスペシャルゲスト中国戦のね、見学会のスペシャルゲストです。ん、今日のひなメールグッズ届いた？ちゃんと。よかった。配信やる前に送ったっけね。そう。ちょうどね、
クレに行ったんやけど、事務所でメイクしてからクレに行ったけん、メイクポーチを大きいやつをこう、持って行ってなかったけん。ちょうどね、ちょうど私がシェーディングしてない時に、顔ちっちゃーって言われて、ちょっと、もっとちっちゃくなれるんだ、実はーっていう気持ちでした。っていう話。クレも岡山ではありません。広島でございます。くれかいしかねえがある場所です。くれだったよ、今日はね。くれはね、だいぶ久しぶりに行きましたね。何ぶりだろうか。本当に久しぶりに行った。なんだろうな。なんかのロケで、すんごい食べた日はくれだったんだけど、多分それ以来にくれに行きました。これ来てたのすれ違ってるかも。マジかマジか。あ、シュデンツか。シュデンツのロケ以来ってことは当分本当に行ってないね、私。そう、ヤマトミュージアム。あ、でもなんか、ヤマトミュージアムの、あ、でもそれもスチューデンツとか、じゃあ夢も本当に久しぶりです。あ、クレ一回行ったことある？いいよね、クレ。なんか、海がさ、綺麗だからさ。ひなちゃんはね、フライケーキとクレカイジカレーがもう大好きだよ。愛してる。美味しすぎるよね、フライケーキとクレカイジカレー。今日クレカイジカレー食べれるかなルンルンと思って行ったけど、でっかーい豪華弁当だった。あ、メールに載せようと思って忘れとった。ピエン。明日は乗せよう。揚げたケーキ？なんかね、サーターアンダギーわかる？みんな。沖縄の。サーターアンダギーの、硬くないバージョン。あれめっちゃ美味しい、フライケーキ。フライケーキ美味しいです。はい。カレー美味しかったね。美味しいよね、カレー。本当に美味しい。昨日の明太重、うまそうすぎた。明太重美味しかった。しかもね、もう明太重食べたかったんやけど、なんかもう食べれんなーって感じだったよ。もう8日間も福岡におったのにね。いろんなもの食べよったけんさ。明太重食べれんかったなーと思っとったんやけど。食べれて嬉しい。豪華な弁当やった。スチューデンツで見てからずっと気になってるって嬉しい。スチューデンツ何のやつで気になってくれたんだろう。結構いっぱい出させてもらってたの、スチューデンツさん。そう、博多駅で買えるんだけど売り切れになるんだよ、あの明太重さん。私が、見た時は売り切れてた。なんか博多駅、まあでも夜ぐらいだったから売り切れとる時間かーと思ったけど。いつぐらいに売り切れるんかね、駅の明太重さんは。スチューデンツね、復活してほしいね。私もスチューデンツさんでお料理作るのね、すごい楽しくて好きだった。からね、ぜひ復活してください。博多いいとこ、美味しいものいっぱいです。あ、銀座6にもあるの明太重。そうなんだ、東京にもあったな。
そう、料理は負け知らずだったんで私。ちょっとハンバーグ食べたい？ハンバーグはね、結構得意料理だよ。何回も作って、何回も作ったことあるけんね。そう。そう、ゆっちゃんの料理見るの好きだったなって、嬉しい。いつでも嫁にもらってくれるかい？料理したくなるよね、なんか。でもなんかこう誰かに誰かに振りまくじゃなんだっけ。なんて言うんだ、誰かに振りまくじゃなくて振る舞う。もうツボ、無理無理。振る舞うだ。誰かに振る舞う料理がしたいよね、楽しい。家族とかじゃなくて、こう、メンバーだったりとか、ね、メンバーだったりとか、友達とかに振りまくしかね、出てこんのやだ。振る舞う料理がしたいな。振る舞われたい。ね、ファンの人に振る舞うとかでもいいね、確かに。そう、ひやちゃん語録がね、私もやばい。もうこの間の配信でもポーホンとかいう語録を生み出し、今日の配信でも料理を振りまくっていうワードを出してしまって、もうどうしてなんだろうか。みんなに振りかけるのかな。振りかけん、次のファミで振りまいてくれ。そう、でも次ファミ開催するってなったら絶対に手作りクッキーを振りまくおうと思っているので。そう、手作りクッキーはね、参加者全員プレゼント振りまくんで、よろしくお願いします。はーい、ゆうちゃんは天然ちゃんだからって。そう、天然ちゃんだからね。自主料理を振りまく、辞書登録しておきます。辞書登録されちゃった。もちまき的なシステムだ。クッキーポー、あ、ポーン。そう、家建ったぐらいのね。家建てました感覚でね、ファン見できましたってことでね、餅を振りまきたいと思う。餅じゃない。クッキー振りまこうかな。伝説のイベントなる。でも喧嘩は嫌なんで。皆さんが家建てるときは絶対行きますだけかな。皆さんが家建てるときは絶対行きますって、どういうことやろ。ひなちゃんの家に絶対に来るってことかな。おもろい。なんであれ家を建てるとき持ちまくんなの、あれなんでだ。
あれなんでだな。そういえば家バレしませんように。ご利益、確かにね。胸上げ、胸上げさん、幸福の裾分け、ああいいねそれ。そうだよ。持ちまくのって聞かれたけど、持ちまくよ、家建てるよって、持ちまきだーってするよね。うちも昔やったわ、持ちまき建てた時やった。なんか建てる時塩持ったり魚なんか添えたえたりしたよって。あーあるね、確かに魚添えるのね。あったあった。そう、でも最近下手っぽいよ、持ちまくの胸上げ、胸上げ下手、胸上げしやんって。引っ越しそば食べた。なんか引っ越しそば食べた気がする、私。山口から広島に引っ越すとき食べた気もする。ご近所付き合いが下手からね。確かにね。やちゃんの家ってそういうイベントちゃんとやってそう。私んちね、確かにちゃんとやるかもな。そうだね。やるかも。なんかおじいちゃんおばあちゃんが、多分ちゃんとやるタイプで、ママもうほら七草粥とか絶対作るし、あのなんだ、恵方巻きも絶対食べるしみたいな。ねえ、他に何かある気なんかね、あるじゃんね。あ、そう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 、季節イベントやります。縁起物ね、大事ですよ、本当に大切にしていきましょうね。皆さんもちゃんとしようか。今もうクリスマスツリー飾ってます。はい、うちピンクのピンクのクリスマスツリー飾ってますから、キュートよ。でもクシちゃんがあのピカピカ光るじゃないですか、クリスマスツリーさん、あのピカピカを噛みちぎったらしくて、あの光らない、光らないクリスマスツリーになってしまった。電飾がちょっとクシュちゃんによってね、あの光らないツリーになりました。残念。あ、そう、フランフラン、よくわかったね。
茶後ろの枝の木にしてる。お話し会で飾るね。楽しみだ。ねえ。そうそうそう。でもひなちゃんもね、イベントごと大好き人間なんで、ね、あのイベントっぽいことしたら嬉しいって感じになるので私もねやりたい派です、イベント。うん、うんうん、ペットいたら遊ばれたりするから、ツリー飾るの結構気使う。うちはもう電飾かじられてね、あの光らなくなったんで、うん、もういいやって思ってもういいや、付き合ったら1ヶ月記念日とかちゃんとやりそう。やるかもしらんな。ひなちゃん結構好きやけんな。イベントラブやからな。付き合って記念日。そう。毎日は記念日って言うじゃん。それ付き合って1ヶ月記念日忘れた人が言う言葉じゃん。今日何の日か知ってる？1ヶ月日記念日だったんだけど、私たちが付き合ってからさ。待って、忘れてたんじゃなくて、毎日が俺たちの記念日だろってやるやつじゃん。そんなんで許せると思っているのか。ねえ、でもひなちゃんな、イベントごとちゃんとしたいタイプだからな。バレンタインも渡すよ、ホワイトデーに返してね。だから今日だよ。うん、でもそういう王道なやつはみんなやりそうだよね。やっぱ記念日っていうのは、その二人の記念日みたいなのは、ひなはもう、一ヶ月祝う。二ヶ月、まあ祝うか。三ヶ月からは、なんかそんなに祝わんでもいいかも。で、五ヶ月祝う。六ヶ月からまた祝わんことよくて、で、十ヶ月祝う。みたいな。気持ちでいたいな。うん。あ、半年記念日あれ、6ヶ月か。確かに。祝おう、それは。うん。確かに。じゃあ、5、6は祝おう。うん。そうしよう。で、半分よ。半分と、そう。5ってなんかいいじゃん。5、6、まあ、半年だから。で、12っていうか、1年。そうしよう。うん。いや、感覚不定期すぎて気が気じゃない。ねえ、って言って。あれ、よう次だった。うんうんうん。許せんよ。
1,2,5,6,10,12 そんな感じ。うん、まあでも100日記念日とか200日記念日はやつはもう覚えれないかも。うん、計算が苦手なの私ね。もうポエーってしてたら多分過ぎてる。そう、何日とかのさ、日はさすがにさ、わかるじゃん。例えばじゃあ今日月やったとしたら、13月じゃなくて、1月11日だってすぐわかるじゃん。ね。でも100日とかだったらちょっとず、1月11日とかいうね、覚えやすくないじゃん。やっぱり、100日、200日はいい。うん。ゆなちゃんが計算できないから。サプライズしてくれるのは嬉しい。うん。えーってなる。100日って。そうそうそう。カウントアプリ。今日もお前女の子で可愛い。あ、重くないよ。普通だよ、これ。普通だって。うん。うん。やちゃん可愛いのにほんまにおもろい。おもろいこと言ってるかな。普通なんだけどな。おかしいな。普通だって。うん。普通だって公認だ。そうだよ。ひなの普通はあのみんなの普通だから。うん。ねえ。あ、ひなちゃんの配信大好き。あ、嬉しい。夏の配信見てね。明日も頑張るんだみんな。うん。ねえ。ちょっといいよねえ。頑張る、ご長期って。やばー、早ー。もう寝なさい。寝な。明日頑張る、過去休み。休めー。休め、休めー。落ち込んでたけど、頑張る。よちよち。やつは天然炸裂です。天然じゃないし。でもひなの天然はね、多分ね、パパ譲りなんやな。なんか最近パパに、パパがね、服を凍ったけんさ、パパとオロジが長かったんやけど、あ、パパすごい天然やん。うん、多分ね、パパ譲りや。うん。オンライン話し会でイヤホンし忘れたまま話してたことはございません。本当にごめんね。うん。もうほい、本当にごめん。ひな、それしたこと何回かあってさ。ほんまにごめんの気持ち。なんか聞こえない声、どうしてって。壊れたかな電波かなって言ってたらさ。やつ自分イヤホンしてなかったんだね。そう。ごめん。なんか一旦さ、なんかずっとイヤホンしてたらなんかさ、か気になっちゃうっていうかなんか、なんだろう。って言ったらいいかな。もう、四六時中イヤホン、なんかしてるのがなんかこう、いやってなってね、だピッて外して水とか飲むの私。そして、よし、お話し会再開するぞーと思ったらイヤホンつけるの忘れてたりするんだよね。こうね。ほんまにごめん。
レアな事故、結構レアよ。そう、ちゃんと何回かしたことあるけど、でも結構レアだから大丈夫だよ。だから、うん、そう、ね、びっくりしちゃうからね。自分には当たりませんように願っといて。500分の1の確率って感じ。うん、だいぶやっとるか。確かに、確かにな。なんか、なんかみんなとどれくらい話しておるんやろ、一日に。わからんな。うん、いや、一日に一回もない日はいっぱいあるよ。うん。大丈夫。うん。雨の音がする。今日は何とかカウンターはない。ないね。うん、何話してんだろう、うん、って思う。何話したかなーって。うん、あ、そうなの。私ね、イモステレビ出てて、言うの忘れてたーと思って。そう。あのね、なんだっけ、幼稚園の子たちと一緒にみたいな感じなんだけど、ひなが先生になって、なんか英語の幼稚園、グローバル的な感じの幼稚園で、そこが。だから英語で話そうみたいな感じだったんや。ね、英語で話しじゃないといけなかったんだけど。そう、難しかったね。うん、そう、ひな先生ってみんな言ってくれてね、嬉しかったよ。うん、それの演じ役で出てた。まだ先生だから、うん、ひな先生って言われておりました。お、録画してるから後で見る。後で見るって言うって、見んかったら怒るよ。博多に行ってたからまだ見れてないや。後で見るって言って、見んかったら怒るけんね。そう、私保育士さんになりたかったんよ。アイドルの絵目指す前。保育士さんになろうって思ってたんよ。あの、理由は子供が好きだから。そう。やけん、とっても楽しかったわ。あのね、すごい褒められたじゃない。すごいモテた。うん。やっぱ幼稚園児にモテモテやったね、私。うん、大モテしました。うん、
しい。そう、引っ張りだこだったから。だってね、ひな先生をめぐってね、嫉妬の争いが起きとったんよ。放送されてない気がする。ひなもまだちょっと見れてないんですけども、妹生理さん、そう、嫉妬の争いが起きとったんよ。びっくりやろ。モテモテやったわ。こうやって女の子がひなにギュッてギュッて捕まってたのね。そしたら女の子がくっつかないで。ひな先生はもうあわあわしてました。嫉妬の争いが起きてた。レディーファイしてた。そう、女子で起きてました。男の子はなんか話してる嬉しいみたいな感じ。なんだろう、なんかピトってくっつく感じじゃない。話したら嬉しいみたいな、遊べたら嬉しいみたいな感じだったんやけど、女の子はなんかキュッピトみたいな感じでくっついとって離れて。私がみたいな感じ。やったな。面白かった。やっぱね、女の子は嫉妬しやすいんやろうなと思いましたね。私もそうなので、私のひなちゃん嫉妬しとる。男児の初恋がひな先生に。マジか。一日だけやったに。こんばんは。わ、もう11時22分やん。びっくり。私今日1時間ぐらい配信しようと思ってやったら、もう1時間経っとった。みんな、はや、私だって10時10分ぐらいに始めるって言ったじゃん。ねえ、あっという間やったね。楽しくっていい夫婦タイム。いい夫婦タイムでした。あっという間に。じゃあね、ちょっと久しぶりの配信でしたけれども、お集まりいただきありがとうございました。またね、配信するのでね、ぜひぜひハートのボタンしてフォローして、また次の配信前に来てください。配信の始めからお風呂入ってるから、私も1時間ちょっとお風呂入ってる。長風呂にならしてなってしまいました。はい、楽しかったね。よかったよかった。ランキング読んでいきますよ。10歳まことさん、まことさんのことが好きな層。12、4文字さん、
四文字さんのことが好きなさー、父ひろさん、ひろさんのことが好きなさー、ちゅいはなちゃん大好きなそ、ちよけいドリン、あーしゃ、ひろさまおかえり、博多お話ありがとっちゃ、すいとうよ、うん、すいたよありがとっちゃー。ふっちん、たまきさん、なんかめっちゃ余った気がするけど、ひなちゃんが一番だよねえ、ないけど、ひなちゃんが一番なら熱っ。なんな、横綱さん、横綱さんのことが好きなさー。6位、直樹流れ星さん、直樹流れ星さんのことが好きなさー。5位、なりしおさん、なりしおさんのことが好きなさー。4位、さまきさん、仕事なう、お互い時間ないけど頑張ろう、君という癒し求む、あげるー癒しをあげるよー。さあ、伊勢と京太郎さん、油断ならないひなちゃんとの記念日感覚やばいいいやん、とりあえず毎月お祝いしてくれたってええんやで。うん、付き合って1ヶ月2ヶ月3ヶ月毎月お祝いしたってええんやで別にねえ、ゆてぃさん、昨日可愛すぎたので大阪参加決定嬉しい待ってるんが嬉しいんが、大阪もね楽しいだね、来年会いましょう。1位ザキーさん、あ間違えた、1位はドロロロロパパーン、ザキーさんです。ザキー感情純粋に開いてほしい、本当に純粋なのか、それは本当なのか、こういう目で見ておきます。はい、ということで本日もスペシャルギフトコメントいっぱいありがとうございました。読めてない皆さんもねありがとう、またね読まれるかもしれないのでね、ハートのボタン押してフォローしてまた次の配信見に来てね。あと X、 Instagram、 TikTok やっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。あ、一応お疲れ様って、ありがとう、お疲れ様でした、皆さんもお疲れ様でしたまた、ん、なんだっけ、うん、あ、そうだ、こっちのね左のバナーを、上はお話し会で、下はファンクラブに飛べるようにしたので、よろしければファンクラブもよろしくお願いいたします。ビジ今日もね投稿したので、ファンクラブの写真のやつ、フォトのやつ、うん、見てくれ。お、お話し会追加したの嬉しい、みんなとね会える日々が私の癒しでございますからね、よろしくね会いに来てね。ではでは、うちぴよでした、バイバーイ、うちぴよちゃん。